ャンネルスタート。西日本クラシックと柏記念をかける。はい、こんにちは、りのりのです。今絶賛顔のシミ取りをしてダウンタイム中なのでマスク姿で失礼します。本日は5月1日ということで5月が始まりました。今月もよろしくお願いします。で、今日はですね、地方競馬で2つ重賞が合ってるのでそれをやっていきたいと思います。で、まず1つ目が園田競馬場の東京ダービー指定競争第1回日本クラシック3歳登録馬をやっていきたいと思います。ダートの右回りの 1870m の全11頭ですね。で、なんでこのレースをやろうと思ったかと言いますと、友達の馬が出ております。5番のレイ&ダンスっていうのが、友達の馬でして、前走がですね4月の11日園田6頭立てに出てたんですけど、6番人気だったのにまさかの1着になるという大逆転をかましておりまして、今回このレースに出るということで絶賛応援しようと思ってかけます。なのでもう5番のレイ&ダンスに単勝で1000円、副賞で1000円の2000円いっております。よろしくお願いします。ちなみにこれは東京ダービーの指定競争ってことなので優先出走権が与えられるんですかね。ちょうどダート3冠もやっていきたいなと思ってたので良いなと思います。まあ他のお馬さんたちも結構ずっと過去1着とかこう強いお馬さんが結構多いかと思うんですけど、5番のレイ&ダンスはですね今まで1230とか1500とか走ってたんですけど、今回前走が距離延長して1870で走ったら距離延長が良かったみたいで1着になってまして、で今回も1870なので、結果が出てくれたらいいなと思っております。しかも結構な穴馬になっておりまして8番人気で 107.7 倍なので、これはもし当たったら馬券的にも美味しいなと思っております。ということで、見ていきたいと思います。私がですね西日本クラシック勝手にやってるんでスタッフは知らないんで、私だけの賭けになってます今回。ということで、見ていきます。1870枠入りしてスタート。スタートの勢いがいいですね。3番が行ってる。3番と外、11番か、外枠が行ってますね。5番のレイ&ダンサー、前走結構後ろから追い上げたんですよね。最後の方に後ろからガーッと追い上げてきたので、ああ、なんで今結構後ろから4頭目ぐらいにいるので、前走と同じような走り方をするのであれば、この立ち位置は良いのかなと思います。さあ、曲がって、1870なんで微妙に長いですよね。311。6、内側になんかいるなあ。5はまあ後ろにいてちょっとずつ上がってきてるのかな。あ、ちょっとずつ上がってきてる気がする。うん、さあ8がちょっと離れちゃってるんですけど、それ以外は割と団子状態なのかなって感じですね。3番が行ってますね。スタート良かった、出だし良かった。3と11がそのまま頭に残ってますね今んとこね。うん、後ろから6か、6が上がってきてるの。11、3、6、あ、9、急に前3頭がすごい争い。11、6、3、4が7もあれ、あ、3がもうダメだな、下がってきてるな。残り300、すごい、6と11がすごい勢いで上がってくる。後ろに4、5はどこだ。あ、5はダメかな。ダメだな、上がってこれないな。ちょっと6と11が圧倒的に速いんですけど。
6114でしたね。くわー、ちょっと6114、あ、2番人気、1番人気、5番人気、結構ガチガチですね。3連単4920円、これはガチガチや。あー、レイアントダンスは11頭中11着。なるほど、前、タイムが2分9秒、2分9秒。前走はどうだったんだろう。前走が2分、あー、そっかそっか。まあ今回、11頭中10着でダメでしたが、まあ引き続き応援していきたいと思います。ということでですね、今時間が16時でして、この後もう一個地方競馬で柏記念っていう重賞が、20時過ぎからあるので、次はそれをかけたいと思います。フェブラリーステークスにね、出てた一着だったペプチドナイルとか、こういろんなお馬さんが出てるので、そのレースも楽しみです。ということで、柏記念です。はい、続きまして柏記念をやっていきたいと思います。さっきね、2000円かけて負けたんで、次は勝ちたいですね。ということで、柏記念船橋競馬場の、20時5分、発走ダートの 1600m、 左回りの全部で13頭です。で、パドックを見た結果、どうやら私ペプチドナイルが好きみたいです。前回フェブラリーステークスに行った時もパドック見て、ペプチドナイル全く、それまで全く見てなかったんですけど、パドック見てこれいいって言ったのがペプチドナイルだったってことがあって、今回見たらやっぱ好きだなと思い、ペプチドナイルから行きます。から11番のギガキング、13番キングズソード、7番クラウンプライド、5番のシャマル、この、4と10からの11、13、75にワイドで500円ずつのトータルで2000円いってます。よろしくお願いします。で、本日スタッフ不在なんですけど、スタッフも買っております。3連複1610200円、1613300円、1101350円、601300円、トータル1200円ですね。161013が来なかったら終わりっていうかけ方になってます。ということで、柏記念見ていきたいと思います。はい、そろそろレースが始まるかと思います。順調に枠入りしてってますね。私はもうペプチドナイルが来ないと負けなので、ペプチドナイルが来てくれることを祈っております。最終が多分3番人気で 5.4 倍なのかな、ペプチドナイルが。1番人気が13番キングズソード、1番人気 3.3 倍、で、1番のウィリアムバローズが2番人気 3.6 倍で、3番人気が10番ペプチドナイルで、4番人気が7番クラウンプライドって感じですかね。始まる、スタート。スタートは5番が行ってますね。6が後ろの方にいるな。ほう、12とか、結構差が分かれてますね。これは頭に5番10番が言ってますね、今ね。5、10、13、7、おほ、5、10、13、7、全部私が選んでるのがいる前に、いいこっちゃで、後ろ結構一頭だけ8が離れてるのか、めちゃくちゃ。3か、5、10、13、5、10、13ですね。13が上がってきてるな。
でも5が突き抜けてるんですけど、10もちゃんといいとこついてきてるんで、お、これは直線ちゃんと走り切れば大丈夫そうな気がする。雨が降ってるんでね。あ、いけるかな。伸びろ伸びろ。そのまま粘って粘って。10番粘って。頑張れ頑張れ。2が上がってきてる。あ、抜かれないで抜かれないで、そのままそのまま。そのまま。頑張って。よし。当たった。あ、シャバルだったんだ。5。当たった。5、10、2、タガノビューティー。タガノビューティーもすごいな。なんだかんだなんだかんだいいとこにいますよね、いつも。そうか、フェブラリーステークスも4着でしたもんね。あ、嬉しい。5番のシャマルと10番のペプチドナイルで勝ったので、6番人気と3番人気のワイドなんで、ちょっと負けはなさそうですね。ですね。ちょっと確定が出るまで待とうと思います。はい、払い戻しの結果が出ました。50のワイドが930円だったので、500円かけてたので、4650円の払い戻しということで、さっきのレース2000円と、今回のレース2000円、トータル4000円かけたんですけど、結果プラスで終わりました。イエイ。いや、5月初っ端プラスで終われて、これは幸先がいいんじゃないかなと思っております。5月はですね、毎週日曜日に G1 があるので、こうね、いろんなこうかけるレースがあるので、ここでプラスにできてよかったです。引き続き、頑張っていきたいと思います。ということで、今日も皆さんお疲れ様でした。次のレースお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。